残業をされている全ての皆さん、そしてここで抗議に来られている方、全ての皆さん、私はすみません、大きな過ちを犯しました。ここで謝りたいと思います。何かと言いますと、今日、日博原子力協定に反対する、団体署名を、ブラジル大使館、それから首相官邸、経産省にも送ったんですけども、外務省に送るのを忘れてました。すいません。というのは、まあ、ちょっとあの外務省の皆さん、ちょっと影が薄いと思うんですよね。本当にやるべきことをやってない。そしてですね、しかし、その反対のことは見事にやっておられるというので、私はすごく、びっくりしてます。というのは、ちょっと前にですね、ブラジルの方から、メールが入りました。何を言ってるかというと、彼らは私たちと一緒に集めた、団体署名を、ブラジル6カ所の領事館や大使館に持っていくってことで、事前に、アポイント取ってたんですね。あ、日本の領事館です。在ブラジルの日本領事館、外務省の、機関ですよね。領事館とか外務、大使館はね、その全てが、面会拒否だそうです。そして写真も撮っちゃいけない、そういう対応をされたそうです。私はこれにすごくショックを受けました。今日本日、ブラジル大使館に行きましたけども、大使館の担当の方が来られて、しっかり対応してくれました。これはすぐに、今日すぐに、ブラジリア、大統領に送りますと、誠実な誠意を持って答えてくれました。これがあるべき姿だと思います。日本の大使館はなぜ、日本領事館はなぜ、外務省の人たちはなぜ、職務を守らないんでしょう。ブラジルにいる人たちの声をなぜ受け取らないんでしょう。ブラジルの人たちは、日本からの原発輸出に本当に怒ってます。その怒りをなぜ受け取らないのでしょう。外務省はしっかりそうしたことをやらなかったら、だったら外国の大使館も領事館も入れないじゃないですか。大使館は、領事館は、外務省は一体何やってるんでしょうか。本当にやるべきことをやってください。そして原発輸出することは絶対に許されないことです。私たちは外務省がちゃんと仕事することをちゃんと監視しますので、ちゃんと仕事してください。残業しなくてもいいですけど、仕事はちゃんとやってください。お願いします。今の方ですね。